ノアラ、ノアラ、婚活うまくいってないからって、もう、だだんこでるなよ。はい、こんにちは、パンダです。えっと、今日はね、ノアラさんがね、えーまあ、婚活は自分と自分自身とかいうね、えーまあ、動画上げてたんで、まあ、ぶっちゃけ言うとね、まあまあ、全部見てないけど、 あのなんかね、最初はね、えー、私は、これ、ノーラさんの話ね、えー、婚活はね、自分自身の戦いだと思ったとか言って,言ってた、言ってるんですよ。で、途中からね、なんか相手がね、なんか敵に見えてくるみたいなこと言い出して、まあ、あの人ね、ぶっちゃけ、なんかもう途中からね、狂い始めてて、あのー、なんかね、これ、ノーラさんが自分動画で言ってたから、僕が勝手に言ってるわけじゃないんだけど、なんかね、ノーラさん、途中からね、 うーんいつだったっけ忘れたけど途中からねなんかあのー、男性もね、えー、自分がうまくいかないからって男性を批判して、えー、いわゆる会った男性ね婚活で会った男性を批判してで、えー、うまくいかなかったらね私が振ったみたいなそういうね、えーまあ、シチュエーションを演じてるわけですでまあこれはね僕のリスナーさんもみんな言ってるんで、えーまあ、そのシチュエーションをね演じてなんか私から振った感を出してね えー、こうなんだろう逃げたいというかね現実逃避したい感がねすごくありますでノラさんまあ男性をね、えー、とりあえずうまくいかなかったら批判するっていうのが、まあ、いつものね、えー、ことなんですけどそれ以外にもノーラさん女性をね、えー、たまにね批判してあのなんだろうなんか一番ね僕が一緒に残ってるのがあのノラさんが言ってた中でね うん、印象に残ってるのはあの、どんなね、女性も、どんな美人も、うんこするとか言って、あれで、ね、あれほんと下品だよ、うん。あれはやばいで、ね、他のライバル女性に、こう、汚いイメージを植え付けて、あのー、植え付けたいっていう、まあ、ノアラマインドっていうかね、ノア,ノアラさんのね、まああのー、戦略だと思うんだけど、うん、あれはね、あのー、やばいですね。うん あ,ああいうことする人なんだとか覚えたからね、まあ僕は昔見てたんだけどね、まあこれ分かってる人は分かってるんだけど、ちょっと <laughs> 分かってない人も結構いると思うんで、一応ね、ノアラさんのね、えー、まあ、有名だね、有名になってるから、僕が話すから有名になってるんだけど、まああの、ノアさんの動画ね、えー、まあ、えー、長く見てる、まあリスナーの一人としてはね、うん、まああの、あれはやばい、一番やばいと思う。うん あれはね、本当もう、やばすぎ。まあ、あれ以外にもあるけど、KIMO とかいうやつもやばいけどね、最後に <laughs>。<laughs> 野原さん、あの、なんでもうまくい,いかなかったらね、あの人にね、当たりたがる人なんで、あの人は。まあ、あの、なんて言うんだろうな。まあ、なんだろう。僕とかまだね、温かくね、えーまあ、ネタにしてね、えーまあ、野原さんの再生数稼ぐのにね、こう、寄与してるんだけど、 うん、とりあえずね、もうなんか <laughs>、ビルド疲れて、だって1日5、6歩、6歩ぐらい上げてるじゃん、多い時5歩ぐらい。あれでもう7,000本いってるんですよ。僕、前にね、紹介した時あのー <laughs>、6,000本ぐらいだって、もう7,000本売りだって、もうやばい。<laughs> で動画の、ね、数が多すぎで、あと、まあ、記事を読むだけとかね。 もう、凄すぎですね。うん。で、あの、ノアさんのね、パクリ、パクリサイトっていうの、パクリサイトじゃない、パクリチャンネルっていうのがあって、あれね、なんか、えっとね、あるんですよ。皆さん、あの、ぜひね、えー、見てもらったらいいんですけど、ノアさんのね、パクリサイトっていうのがあって、もうね、なんか8ヶ月更新されてないのかな。うーん、なんかまた、多分ね、ノアラアンチの人がやってると思うんだけど、<laughs> これはね、なんかもう、更新されてませんね。うん。まあまあ、ル、まま、パクリだからね、これはさすがに。<laughs> でも、面白いですよね。なんか、なんか、ゆうきくんも、なんか、ゆうきくんの,そのアイコンをパクった人が現れ、な <laughs> んていうの、顔のアイコンパクこての人が現れたとか前に言ってたけど、野原さんもね、も同じレベルですよね。うん。 で、ノ原ラさん、おそらくね、これ僕の推測なんだけど、ノ原ラさんの動画って、なんか最近ね、一日に、まあ、ノ原ラさんいっぱい動画出すけど、おそらく、数… 2、3、違う、2、3000じゃないな。多分ね、4000再生ぐらいされてるんですよ、一日に。うん、動画の数多いからね。4000再生ぐらい一日されてるから、おそらくチャンネル登録が、えー、2000、 500から2900ぐらいあるんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕は見てますね。ノ、うん、ーラさんのチャンネル登録者数おそらくね、えー、この業界の中でナンバーワンの可能性ありますね、うん。なんかね、無駄に動画が多いから、みんなね、こう、なんていうの、トラップされるっていうかね、<laughs> あの引っかかって見てしまうんですよ。だから無駄にで再生回数多いっていうかね、あの人の動画はね、うん、本数がもう、えー 桁が違うから、ね、普通のその配信者と普通の人ってだって頑張ってもあの500とか600なんですよであの何て言うの頑張っても500とか600だけど野原さんもう7000だからねあのやばすぎっすよもう桁が違うから、うん、そのうち何万とかいくかもしれないですねまああのなんか無駄なね動画たくさん上げてるとねもしかしたらね YouTube にね、嫌われるかもしれないですよね。うん、だって、この何ていうの動画を大量に保存しないといけないわけで、えー、なんか、記事読むだけとかね、まあ、いわゆる著,著作権侵害の、えー、っと、何ていうの動画とかいっぱい上げてるわけで、まあ、野村さん、もうオワコンだね、うん。まあ、もうオワコンだと思う。はい。ということで、今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。